サウル・カストンはアメリカのトランペット奏者、指揮者。本名はソロモング・シコフ公園。ニューヨークの生まれ。8歳の頃からマックス・シュロスベルクにトランペットを学ぶ。1918年からフィラデルフィア管弦楽団にトランペット奏者として加わり、1923年から同団の主席トランペット奏者に昇格。一方でカーティス音楽院で、 アブラム・チェイシンズ・ニッピアのフリッツ・ライナーに指揮を学び、1935年に指揮法のディプロマを得ている。1936年からフィラデルフィア管弦楽団の副指揮者に任せられ、1945年まで在籍した。1941年からフィラデルフィア郊外のリーディング公共楽団の指揮者を兼務し、1945年から デンバー公共楽団の首席指揮者に転出。1964年に病を得て引退した。ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムにて死去。プリンシパル・ミュージシャンズ・オブ・ザ・フィラデルフィア・オーケストラ。2017年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月6日閲覧。ダン・デイナンバー・ポール・ホワイトマン・パイオニア・イン・アメリカン・ミュージック。 1930から1967、スケアクロープレス、P435、ISBN9 兆7808億1088万2041、億力8億2687万6161、フリーダル・カイム、ダスグロッセブ・フデア・トラム・ペタ、ショット・ミュージック、P309、 ISBN 9兆7837億9570万5305億67億219万510ありがとうございます。